シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。では行こう。君と僕と、ヌーツイタチ帝国が空を喰らうとき、朝食のテーブルの上のハマグリのように溶けるヒューマノイドのように。アイテム番号、SCP-3999。オブジェクトクラス、アポリオン。特別収容プロトコル、SCP-3999 は現時点では収容できず、また現在 BK クラス現実終焉シナリオを構成しています。タローラン研究員、SCP-3999 の焦点であると考えられる、が取るべき最も望ましい活動方針は、財団資産へのさらなる二次的被害を防ぐべく、すべての財団サイトと人員に対する接触を断つことです。仮説では、タローラン研究員が極度に人との交流が少ない地域に収容された場合、SCP-3999 の破壊的性質配置時的に途絶、停止、収容され、いくらかの残余を維持して、タローラン研究員、SCP-3999 の焦点であると考えられる、が取るべき最も望ましい活動方針は、地球とその社会に対するさらなる二次的被害を防ぐべく、全人類との接触を断つことです。仮説では、タローラン研究員が隔離された地域で速やかに自己収容した場合、SCP-3999 は処分されると考えられます。タローラン研究員は財団を離れることができません。タローラン研究員、SCP-3999 の焦点であると考えられる、が取るべき最も望ましい活動方針は、地球とその生物多様性に対するさらなる二次的被害を防ぐべく、全動物との接触を断つことです。仮説では、タローラン研究員が残りの人生を小さな小屋で、すべての動物と可能な限りの植物から隔離されて生きた場合、SCP-3999 の効果を打ち消す手法についての研究が継続中です。現在の提案に含まれる計画には太陽への打ち上げがあります。タローラン研究員の家族は個別に即決処刑されます。手順は機動部隊オメガ、8機動部隊ラムダ、12機動部隊サイ、7機動部隊タウ、5機動部隊イオタ、10を含む様々な機動部隊から選抜された、訓練を受けたエージェントらによって実行されます。これらのエージェントは軍事戦術と特殊武装、戦術、スペシャルウィーポン&タクティクス、演習の再訓練を受けます。割り当てられるエージェントらは、部屋精神病室チェックリストにおいて30点以上を得たものになります。割り当てられたエージェントらはまずタローラン研究員の母親を処刑し、続いて父親を処刑します。建物内に存在した動物はどのようなものであれ収容されます。その後現在ペンシルベニア州大学の学生であるタローラン研究員の姉妹の元へと進みます。彼女は現在建物内に存在するルームメイトのいずれかに続いて処刑されます。収容は消音装置を装着したレミントン700スナイパーによる、近距離からの死体への単一の発砲によって行われます。その後死体はタローラン研究員の事務所の外壁に釘打たれ、正確20リットルのガソリンに浸された後に点火されます。タローラン研究員は抑制され、死体の前でひざまずかされます。SCP-3999 の分類は、タローラン研究員の同僚は個別に即決処刑されます。手順は様々な収容スペシャリストから選抜された、訓練を受けたエージェントらによって実行されます。サイトのカフェテリアの従業員はタローラン研究員とどのような形であれ接触したことのある全ての職員の食事にヒ素を混入するものとし、その範囲はオフアイブ評議会のメンバーにまで及び、また含んでいます。SCP-3999 の彫刻が純粋な御影石で作られたヨニア様式の台座の上に配置されます。この台座は、5メートル ×5 メートルの正方形のコンクリート製収容チャンバーの中央に直接置かれます。保管室の警備は常時最低2名の、情報災害に対する抵抗と収容の訓練を受けた武装守衛により実施されます。SCP-3999 は収容できません。SCP-3999 はタローラン研究員と共に、蛇の手贈り物として届けられます。蛇の手の全工作員に対し、SCP-3999 は第5教会の非常に重要なアーティファクトであるとの情報提供が行われます。
タローラン研究員にはクラス C 記憶処理剤が投与され、彼は第5教会の高位指導者であるブライアン、フレデリック、ボンディスキーであるというカバーストーリーが与えられます。蛇の手の全工作員に対し、SCP-3999 とタローラン研究員はいかなる状況下でも引き離されるべきではないと通達されます。SCP-3999 は SCP-2432 と共に収容されます。この収容手続きの成果は、SCP-2432 内に3メートル ×25cm ×25cm の床下空間という形で開いた次元異常という結果となりました。それは SCP-2432-1 に指定され、SCP-2432 の一角の壁に開いています。それは通常テレビ台により隠されています。この床下空間に侵入すると、SCP-2432 とレイアウト、装飾、異常効果において同一である空間に通じています。SCP-2432 の隣室にはこの床下空間の出入り口はなく、レイアウトは類似していますが、SCP-2432 の出口側と異なり完全に同じではありません。この複製の部屋のカーテンを開くと壁が存在します。窓はありません。SCP-2432-1 の内装は、A、ホテルの通気システムに見られるものと同じ通常の鋼板で構築されており、超アラミ銅布の唯一の断絶点です。II型鉄隕石に見られるものと一致する鉄とニッケルの高い濃度が、それぞれの終端部のプレートに見られます。また、油性マーカーで描かれたフラクタル柄の落書きも終端のプレート上に発見されました。SCP-2432-1 の向こう側にある複製の SCP-2432 の扉は、SCP-2432 の扉から通じる A、ホテルの実際の廊下の代わりに大体現実に通じています。SCP-2432、プライムと指定。初回の観察において SCP-2432、プライムは類似した壁紙、照明器具、カーペット、装飾を備えており A、ホテルの廊下と類似していましたが、どちらの側にも終端を書き、表面上無限に伸びているように見えることが特筆されました。SCP-2432、プライムと複製の SCP-2432 の寸法の測定に基づき、現在無限長であるという仮説が立てられています。SCP-2432、プライムの壁にはかすかな湾曲があり、輪の構造になっているのではないかと理論化されていましたが、現在の調査は SCP-2432、プライムが円輪型であるかどうか決定的に証明することはできません。SCP-2432、プライムの各扉は、710号室、とラベル付けされ、SCP-2432 の瓜二つの複製に見えるものに通じています。しかしながら、観察された複製の部屋の役は金属的な超アラミ銅布を書きは SCP-2432 において記録されたミーム的効果を持ちません。SCP-2432、プライムにはまた、レストラン、会議室、ジム、スイミングプール、守衛室、エレベーターホールを含む、他の明らかな機能を持つ部屋が時折いくつか存在します。これらは A、ホテルの同等物とデザインにおいて異なっています。SCP-2432、プライムは小範囲の異常な種と有機体の生息地となっており、一部は SCP-2432、プライム原産であると考えられています。これらは SCP-2432、プライム、A1、A8 として指定されています。固有種。以下は SCP-2432、プライム内にのみ存在すると考えられている有機体のリストです。未確認の草栄養性の糸状菌、ナイシーガメフィル、SCP-2432、プライムの布製品上においてのみ生育するように適用。SCP-2432、プライム内で見られる様々な汁の乾燥した生殖液から栄養を引き出すが、生殖液が存在しない場合には天然繊維からも栄養を得ることが可能。金属色の真菌、トラメテスフェリウム、多孔菌と特徴を共有する有機体であるが、SCP-2432、プライムの換気システム内においてのみ見られる。
トラネペスバーシコラーと類似するが草栄養性であり、広範の鋼鉄を消費する。腐食性の非常に高い液体を漏らし、金属の被覆を溶かす。どのようにして金属を消費するように進化したかは未だに不明。ピクセル微生物マット、アレコールフムイテルスクミンス、ハミドリ体の膜の内部に白色光からのエネルギー獲得を最大化する液晶様の鉱物を生じたアイーロ細菌の一種、SCP-2432、プライムの部屋に生じる、テレビ画面上のバイオフィルム内で生育する。生物発光性であり、ルシフェラーゼ酵素はバイオフィルム内の他の有機体との科学的コミュニケーションを促進するように変化している。結果として生じるディスプレイはスノーノイズを模倣する。ホテルダニ、ミーテーギガンチュス、イエダニに類似するが甚だしく巨大化した、体長8センチメートルの節足動物。イエダニに類似した接触行動を示すが、排出するクソ粒子は通常のダニが排出するものに質においてほぼ及ばない。速度に適応して変化した外骨格を持ち、素早く精密な動きで捕食者を避ける。SCP-2432、プライムの通路中で鳥類のように群れ、高度に複雑な社会構造を示すことが記録されており、その大半は未解明。ミニバー捕食者、シブムプレデーターバーは、ホテルのミニバーを模倣する、起源不明の比較的稀な付着生物。冷蔵庫のプラスチックに類似した外骨格を持ち、探索のために、口、を開けようと試みた有機体を消費する。この生物の特筆すべき適応の一部として、中核体温を5度 C に保つ能力、消費した食物に含まれる金属から骨格と類似した方法で生成される口周りの天然の磁気ストリップがある。節足動物と特徴を共有しながら、骨用の歯を持つ。ヒドチャクあるいは侵略種。以下は SCP-2432 プライムに導入されたか、あるいは自然に到来したと考えられている有機体です。2432、プライムドブネズミ、ラッチュスノーブディクスファウンデーションに、SCP-2432 を通じて導入されたと思われる、SCP-2432、プライム内で見られるドブネズミの亜種。ホテルダニと類似した生態学的地位を占めるが、SCP-2432、プライム全体にわたって異なる領域を占拠するようであり、競争はあまり観察されない。ダンクルオオカミ、カニスオステオルピス、オオカミであり、SCP-2432、プライム中の頂点捕食者の一種。群れ狩猟者であり、毛皮の上から頭部と頸部を覆う外的な装甲板からわかるように。SCP-2432 は明らかに哺乳類の進化の異なる異次元を起源としているように思われる。装甲に適応して、耳は通常のオオカミより顕著に小型。装甲は絶滅した板川類の魚ダンクレオスチュースに類似していると見られ、また祭壇の捕獲した生態標本の観察において相似性が確認された。極度に攻撃的であり、ドブネズミ、ダニ、シャワーオウムを捕食し、対立関係にある群れと縄張りを争う。配偶行動は大陸狼に類似し、始終はしばしば巣の代わりに SCP-2432、プライムのバスルーム内で養育される。3。シャワーオウム、ARA コレリ、このオウム様の有機体は行動面においてコンゴウインコに類似し、SCP-2432、プライムのバスルームに住むのを好む、ダニの稀な、そしてダンクルオオカミの一般的な被食者。大半のオウムと異なり、主に温帯気候の地域を起源としていると見られ、体色に現れている、褐色、灰および緑。一部の標本はまた怠け者の毛皮における藻類のように羽毛状に類または地衣類を持ち、隠蔽の助けとしている。流水のある場所で栄養することを好み、この略称を得た。これらの動物間で観察される複雑な捕食、被食行動から、ダンクルオオカミと同じ起源の時をもっと考えられうる。
トカゲ様の動物、カンカーソウルスミルム、小型の爬虫類様の清掃動物、6本の足やカニ様のダイヤゴ、トゲゲ、メガラといった節足動物様の特徴を持つが、その他の点では爬虫類に類似。日和未成捕食者であり、SCP-2432 の複製では滅多に見られないが、その代わりに不明な理由により厨房やプールにおいてより一般的。タンクルオオカミを含む、自身よりはるかに大型の獲物を狩ると知られている。ベヒモス、プレイヤーオクトプスロブクラフティ、カツオノエボシに類似するが、極度に大型の陸生頭足類に似た、希少で極めて危険な大型の群生動物。筋肉と皮膚に似た構造を形成するために極端に密に集まったクラゲ体性とポリプ体性の虎柱からなり、本質的に巨大な細胞として振る舞いながら虎柱それ自身の細胞で構築されている。目はなく、そのため各有機体の多様な科学的シグネチャを追跡するべく、高度に発達した、吸引カップ、うちの虎柱により嗅覚的手段のみで狩りをすると想定されている。外頭は虎柱ベースの口先を除いて硬い鈴で形成されており、虎柱はその周囲に集まっている。鈴の排泄物が有機体の中央に蓄積されており、鈴の外頭は括弧中からの排出物で形成されたという仮説が立てられた。ベヒモスの消化プロセスを通じてどのように鈴が合成されるかについては不明。4捕獲は極めて困難であり、の中に半分消化されたミニバー捕食者のあった新多標本に一体のみが広く研究されている。もう一例は SCP-2432 複製内で短期間遭遇し、探査チームに複数の犠牲者を出したが、さらなる情報を収集可能になる前に素早く逃走した。唯一ダンクルオオカミの上に立つ SCP-2432、プライムの頂点捕食者であり、タローラン研究員により極度の不安を抱えかれている有機体。他の種類以下は SCP-2432、プライム内に確固たる地位を築いていないと考えられている有機体です。これらはごく少数か、あるいは一体のみ存在する有機体です。多くは分類不十分です。未確認の隠蔽色の霊長類。不明、4メートルの赤毛猿に似た近くのある有機体。無毛で、どんなに複雑であろうが背後のパターンを完全に模倣することの可能な、複雑な変色機構を皮膚内に持つ、探査チームに対して期待的だが、一度のみ遭遇。未確認のサメ、ソムニオシュスクロラウムロキター、西オンテンサメに非常によく似た小型のサメ。現在 SCP-2432 から 5km 離れたスイミングプールの一つにのみ見られる。塩素の添加された水の中で容易に生存し、塩素を欠いたま水にさらされると、同様の状況の海水魚と同様の症状を示す。ソニーヤドカリ、パグルスプタラティ、人気ビデオゲームコンソールであるプレイステーション2の中身のないコントローラーをカラとして使っているように見える。ヨーロッパ本ヤドカリに類似した3体の巨大な空気呼吸のヤドカリ。雑食性であり、谷やツル性のイバラ、ドブネズミ、トカゲ、タンクルオオカミの死体、ピクセルマット、草栄養性の菌類、ミニバー捕食者の排泄物を含む様々な餌を取る。広範囲を放浪し、明らかに 8km の範囲にわたる生息域を持つ、オス2体、メス1体。タローラン研究員、ホモ・サピーン・サピーンス、表面的に人のオスに似た存在、祭壇眼球者として適切な衣装を身につけている、職員に尋問された際、現在地と SCP-3999 の所在をいぶかしみ、焦燥して混乱している様子が見られた。対象は直ちに終了された。SCP-2432 から SCP-3999 が取り除かれると、SCP-2432-1 は即座に消滅しました。すべてのさらなる実験はオフアイブにより禁止されました。タローラン研究員は SCP-3999 から強制的に取り除かれます。タローラン研究員は常時 SCP-3999 と共に収容されます。タローラン研究員は収容されます。
タローラン研究員必要なあらゆる手段によって生存させられます。タローラン研究員は SCP-3999 内に配置されます。タローラン研究員は繋がりを維持したまま、SCP-3999 から可能な限り離しておかれます。タローラン研究員が殺害され、SCP-3999 内に置かれることはありません。タローラン研究員は SCP-3999 ではありません。タローラン研究員は SCP-3999 と深く繋がっています。非面談者、タローラン研究員、面談者、博士。それであなたは厳密には何者なんですか？私はタローラン研究員、SCP-3999 に割り当てられた研究者の一人です。しかしあなたについての記録はどこにもない。言ったらないですか。何か変なことが私に起こっているって、でも私には全部説明できないんです。夢の中にいるようで、そこでは物事が本当に切り離されていて。切り離されて？今は物事に集中できません。ただとても不安を感じます。現実が良い、現実味がなく、なり始めたような、もし意味が通るとしたら。しかしあなたについての記録はどこにもない。それ、さっきも言いましたよね。それであなたは厳密には何者なんですか？待って、ここで何が起きているんですか？これは何もサイトなんです？博士、あなたの名前をもう一度聞いてもいいですか？博士、そんなの名前がない。ただの口かられる雑音だ。なんで俺は編集のことを考えている？普通の会話でああいう風に単語が編集されるってどういうことだよ？このインタビューは終了しました。床が消える。タローラン研究員は暗黒に消えがる。部屋が溶ける。SCP-3999 が突如、博士を捕捉する。後期。ここから判明したことについてちょっとした概要と一言。タローラン研究員はこれが全部収まるまで母親と暮らします。内覧記録、情報保安管理局より通達。以下のファイルは激毒性の情報災害を含んでいます。これにより、このファイルにアクセスするすべての人員は 14.5 以上の認知抵抗値、コグニティブレジスタンスバルー、CRV、を有すると認定されることが必要です。自動化された CRV も検証に失敗した場合は平静を保ち、身動きしないでください。あなたのサイトの医療スタッフのメンバータローラン研究員が間もなく到着します。SCP-3999 は死んでない。タローラン研究員が SCP-3999 の収容の任務を追い、誕生の瞬間から死もまさしくその時まで人生をフルに生きることでこれを成し遂げることになりました。彼は人生を精一杯に生き、友人たちや家族との付き合いと、人生の良き物事を楽しみます。タローラン研究員は死んだ。タローラン研究員、SCP-3999 の焦点であると考えられる、が取るべき最も望ましい活動方針は、彼自身も全てのエゴとの接触を断つことです。タローラン研究員は精神からあらゆる悪い思考を取り除くため、週に最低でも2回瞑想します。これが失敗した場合、消音装置を装着したレミントン700スナイパーによる、近距離からの額への単一の発砲によって終了が行われます。これが SCP-3999 により動かれた場合、タローラン研究員の死体は MP5、ヌーサブマシンガンにより処刑されます。この際、人員は実体による全ての苦痛のサインを無視します。SCP-3999 はおかげさまで完全に普通なんですよということに誇りを持っているプリレットローリ4番のガールリーフ祭によって収容されます。彼らは奇妙であったり神秘的であったりするようなあらゆることに最も巻き込まれそうにないと思えるような人たちです。なぜならそんなたわごとには耳を貸さないので。ガールリーさんは世界オカルト連合という会社の重役で、そこらアノマリーを収容していました。彼は大柄で肉付きもいい、とても大きな口ひげを持っているけど首力がほとんどない男です。ガールリーフ人は痩せて金髪で普通の2倍近い首の持ち主で、それは庭の塀の上に首を伸ばしてご近所を監視して長い時間を過ごすのにとても役に立っています。ガールリー一家にはタローラン研究員という小さな息子がいて、
彼らの言うことにはうちの子が一番だそうです。SCP-3999 スターバースト艦艇の袋に収容され、アブラハムの宗教の僧侶により祝福されたロヌットンの下に埋められます。タローラン研究員の全能量は彼の前で彼らの手を取り除き、目をむしり取り、その後、SCP-3999 はレッド1台、リグイリプレイヤー付きテレビ1台、職員が選んだロマンティックコメディ3本。生きたアリゲーターの肉から作られたレッドサイドテーブルを備え付けられた標準人型収容室に収容されます。月末に M5、ヌーサブマシンガンで収容されます。再出現に続き、SCP-3999 はタローラン研究員と共に来られた神の教会へ贈り物として届けられます。来られた神の教会の現工作員は、SCP-3999 は非常に重要なマクスウェリストのアーティファクトであるとの情報提供が行われます。タローラン研究員にはクラス C 記憶書以外が投与され、彼はマクスウェリストの行為指導者であるマックス、リプシッツ、であるというカバーストーリーが与えられます。来られた神の教会の現工作員に対し、SCP-3999 とタローラン研究員はいかなる状況下でも引き離されるべきではないと通達されます。SCP-3999 はテレキル合金により構築された2メートル ×2 メートルの立方体に収容されます。この立方体はアラバマ州、ハンツビルの住民であるブリアナ、K、アリー夫人のへその中に配置されたケテル、オブジェクト収納ロッカーに収容されます。タローラン研究員はアロマキャンドルと混同されることはありません。SCP-3999 は現在ペンシルベニア州立大学の学生であるタローラン研究員の姉妹へのアクセスを許可されます。SCP-3999 は武装した護衛の保護により暴虐にタローラン研究員の姉妹を犯し、その後彼女の眼球をむしり取り、足を削ぎ、内臓を抜き取ります。それはその後能力を用います。そしてそれが与えた損害を逆転させます。それからそれは彼女をペンシルベニア州の地元アイスクリーム商店であるマイヤーレイリーに連れて行き、バナナスプリットを奢ります。これに続いてそれは、SCP-3999 は全人員の生命に対し非常に危険です。タローラン研究員は全人員の人生に対し非常に有益です。この裁定により、試験が月曜ごとに SCP-3999-SCP-1981-SCP-1171件で実施されます。核にはタローランという名前も研究員園小さな子供たちは後ろで彼のことを笑ってる園そして銀行員は決してレインコートを着ない園。SCP-3999 の定義園とてもおかしな人なのさ。タローラン研究員は拷問され、そのスケジュールは月に一度です。SCP-3999 はタローラン研究員の母親の周囲で、アメリカのコメディアンであり著名な第五協会のメンバーであるパットン、オズワルトのコメディ特番を上に真似します。これには機動部隊王、19のメンバーにより断層がつきます。タローラン研究員はテレキル合金により構築された2メートル ×2 メートルの立方体に収容されます。いかなる状況下でも、彼はアイルランド系アメリカ人として言及されることはありません。内乱記録、情報保安管理局より通達。SCP-3999 を見ないでください。見なければ害はありません。直接見ないでください。頭の中で SCP-3999 を思い描かないでください。もしそれも視覚的イメージを受け取れば、あなたは死にます。理解しようとしただけでもあなたは死にます。SCP-3999 を見ないでください。全人員は仏教に改宗し、SCP-3999 は憎む、君を。タローラン研究員、室内。収容チャンバー、夜、タローラン研究員、30代、ほがらか、どんどん不安に、が SCP-3999 の収容チャンバーの扉の側に立っている。彼は誰もそこにいて彼を助けてくれないことに苛立ち、扉を叩き、生命の危険に怯えている。なせ、こんなの面白くねえぞ、ここにいるとこいつにギワギワ殺される。
あれと一緒に閉じ込められてんな。ミディアムクローズアップ。タローランの汗ばんだ顔、泳ぐめ。誰もいないのか？ SCP-3999 が恐ろしい金切り声を上げる。SCP-3999 は猫を愛しており、良い振る舞いに対して月に一度、一匹の猫が与えられます。SCP-3999 はジョン、アネット監督による新作のドラマ映画3人のキリストのセットに収容されます。タローラン研究員は反狂乱で舞台を下手に去り、間もなく恐る恐るつまずきながら再度舞台に現れる。SCP-3999 は良い振る舞いに対して1月20人の D クラスを与えられます。タローラン研究員は反狂乱で扉から走り去ろうとし、ただ現実への出口があるはずだった硬いコンクリートの壁にぶつかる。奇妙なことに、ただの一様な壁であるにもかかわらず、彼にはそれがどこかのおぞましい彫刻家によってエオニア様式に形作られたとある台座の一部だとわかる。彼は頭からその思考を振り払った。それで、彼は素早く考えた。ここが何であれ私はこいつと一緒に閉じ込められていて、外にはもはや現実は存在しない。彼は、こいつ、が厳密に何であるかを理解しようと努力した。しかし不可能だった。それは説明を拒んだ。それは混沌それ自身だった。SCP-3999 は収容されます。彼は床を張った。床が何でできているかさえ定かでなかったが。SCP-3999 は収容されます。彼は小さな穴を開けることに成功した。SCP-3999 は収容されます。彼はその真下に光を見ることができた。SCP-3999 は収容されます。彼は家族のことを、同僚のことを、仕事のことを、そうであった世界のことを何でも考えた。それが存在した頃のことを。SCP-3999 は収容されます。穴が開かれた。SCP-3999 は収容されます。SCP-3999。SCP-3999 はそれ自身に畳み込む万物により収容されます。SCP-3999 はすべての道を踏み外す者により収容されます。SCP-3999 は以下のジョークによって収容されます。ある一家が芸能プロダクションにやってきた。父親、母親、息子、娘、そして犬だ。父親はエージェントに言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。母親は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますわ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。父親は、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶった。母親は父親の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。息子、母親を演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますわ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。息子は、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶった。娘は父親の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。父親、息子を演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますよ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。娘は、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶった。犬は父親の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。犬、
母親を演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますわ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。母親は、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶった。父親は娘の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。母親、父親を演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますよ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。犬は、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶった。息子は母親の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。父親、母親を演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますわ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。息子は彼女自身の頭に、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶせた。父親は息子の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。犬、娘を演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますわ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。犬は、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶった。犬は息子の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。犬を演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますわ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。エージェントは、家族、と書かれたトップハットをかぶった。父親は息子の扮装をしている父親の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。私たちには実に素晴らしい芸があります。あなたは私たちの代理人になるべきですよ。エージェントは言った。申し訳ない。我々は家族芸を扱わないんでね。ああ言ったもんはいささか気取りすぎる。エージェント、自身も演じている、は言った。旦那様、もしご覧いただければ、きっと間違いなくお気に召しますわ。エージェントは言った。わかったわかった。見てやろう。タローラン研究員は、芸能エージェント、と書かれたトップハットをかぶった。父親の扮装をして、彼に近づき、そしてこう言った。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。エージェントは尻滅裂にもごもごとつぶやいた。SCP-3999、母親を演じている、は言った。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。エージェントは弱いため息を吐き出した。秩序は朝食のテーブルの上のハマグリのように溶けるヒューマノイドのように打ち捨てられる。秩序は悪党の道である。真の世は無形の虚空である。溶け、もだえ、腐り落ちる。まだ不満かい？SCP-3999 の収容にはメロンが用いられます。SCP-3999 の収容場所はアメリカの犯罪小説家ロバート・B・パーカーの墓の中です。SCP-3999 はダンクル狼に捕食されます。SCP-3999 の収容場所は安物モーテルであり、等身大のラクエル・ウェルチの複製が配置されます。
オフアイブ評議会の4人のメンバーが常時収容を監督し、また、タローラン研究員はこれによって収容できません。タローラン研究員は困難を切り抜けて戻ってくるでしょう。タローラン研究員は SCP-3999 を再収容するでしょう。月に一度、SCP-3999 はタローラン研究員をサナダムシに感染させます。機動部隊ラムダ、14のメンバーにより、タローラン研究員の膀胱に5万から6万のサナダムシの卵が注入されます。年に一度、SCP-3999 は不滅かつ思考の神聖として明記されます。年に一度、SCP-3999 は職員のレベル5メンバーに指名され、メタアナリシス部門の決定に沿って、ハンガリーの農村地帯の伝統とエジプト学についての小説の売り上げに一致する方法で儀式的に屠殺されます。タローラン研究員は、3D プリンター、というあだ名書きに入りません。SCP-3999 はテレキル合金により構築された2メートル ×2 メートルの立方体の監督下で、タローラン研究員によりスプーンでコーンフレークを給仕されます。全職員はタローラン研究員をプロメテウス研究所の製品とみなし、月に2回、定期的に彼をグロック43、9mm ハンドガンで処刑します。彼らはその後彼の母親の眼前で彼の父親の皮を生きたままへぎ、それから家を全焼させます。その後何も残らなくなるまで大地に塩を撒きます。財団記録、情報保安管理局より通達。タローラン研究員は生意気な鉛筆です。彼は10日帝国が空を喰らうまで全ての糸により避けられます。奴を犯せ。ケツの穴を。SCP-3999 の収容場所はオフアイブ、23の墓です。SCP-3999 を扱う全人員はそれが生物学的に男性で10代後半、ユダヤ、アイルランド系の人により、春休みに彼の時間を奪い、チャットルームで左翼の政治をめぐって子供のように争った負け犬のホラー作家のコミュニティのために書かれ、またそのコミュニティは、SCP-3999 の収容は愛と理解によります。タローラン研究員は水のタンクに接続され、彼の直腸に挿入されたホースを所持します。水は彼の体が膨張し、球形に達するのを人員により観測されるまで体内へ流入させられます。SCP-3999 の収容手順は SCP-2000 と同一です。モルフェウス、プロトコル下において、SCP-3999 は中米ギリシャ大使のもと SCP 財団からの贈り物として届けられます。彼らはその後彼にクラス D 記憶処理剤を投与し、タローラン研究員による SCP-3999 の収容は繰り返し死ぬことによって行われます。タローラン研究員は二度と SCP-3999 を突っつきません。タローラン研究員は余計なことをしません。SCP-3999 は現時点では収容できず、また現在 BK クラス現実終焉シナリオを構成し得ます。タローラン研究員、SCP-3999 の焦点であると考えられる、が取るべき最も望ましい活動方針は、財団資産へのさらなる二次的被害を防ぐべく、すべての財団サイトと人員に対する接触を断つことです。仮説では、タローラン研究員が極度に人との交流が少ない地域に収容された場合、SCP-3999 の破壊的性質配置時的に共有と共に歩むでしょう。説明、SCP-3999 は世界の欠点すべてです。SCP-3999 はロルカットです。SCP-3999 はこれを読んでいるあなたです。SCP-3999 は合衆国の現副大統領、マイケル・ペンスです。SCP-3999 は食べ物です。SCP-3999 は数枚の鍵っぽい毛布です。SCP-3999 はタローラン研究員の魂です。SCP-3999 は誰でもない、ノボディと呼ばれる幼稚遊戯団体です。SCP-3999 はグリンチのコンセプトです。SCP-3999 は SCP-55 です。SCP-3999 は殺人ペンギンです。SCP-3999 は4変形ではありません。
SCP-3999-IMS スップラクシュミです。SCP-3999 は身体像障害です。SCP-3999 はあなたのなくした靴下です。SCP-3999 は SCP-3000 コンテストです。SCP-3999 はシラミです。SCP-3999 は素早く動くものなんでもです。SCP-3999 は精神を病んだ人によって書かれたように見える紋切り型のリストです。SCP-3999 は自己嫌悪です。SCP-3999 はゲイリー、ガイギャックスの腎臓です。SCP-3999 は、SCP-3999 は任天堂です。SCP-3999 は太陽の最後の瞬間です。SCP-3999 は SCP 財団の管理者です。SCP-3999 は枕です。SCP-3999 は傍観者かつ性的搾取者であるマックス・ランディスです。SCP-3999 はフリージャズです。SCP-3999 はハーラン、エリスンの俺には口がない、それでも俺は叫ぶにおいて AM によって話されたすべてのセリフです。SCP-3999 はパパイヤとマンゴーのサラダです。SCP-3999 は死です。SCP-3999 は今日まで存在したすべての蜂です。SCP-3999 は愛する人を忘れることです。SCP-3999 はポインセッタ12です。SCP-3999 は乳房縮小手術です。SCP-3999 は1922年のドキュメンタリー極北の怪異です。SCP-3999 は愚か者です。SCP-3999 はブルータリズム建築です。SCP-3999 は物語で満たされた本棚です。SCP-3999 は上記すべてです。一度に、永久に、いつも、あなたの夢の中では、これが唯一の決定的な事実です。だから質問はやめなさい。SCP-3999。SCP-3999。SCP-3999。特別収容プロトコル。SCP-3999 の収容場所は、コスタリカ、バホス、デル、トロ、エル、シレンシオ、ロッジ、アンド、スパです。タローラン研究員に SCP-3999 の一時的な制御が譲渡されます。SCP-3999 は外部委託された収容資源及び SCP-2845 の収容のために権限を与えられた顧問らによって収容されています。顧問らはレベル2人員とみなされ、いかなる時もサイト、100を離れることは認められません。外部顧問が SCP-2845 または SCP-3999 の収容から解任される際は常に、解放前にクラス A 記憶処理を施されます。SCP-2845 及び SCP-3999 の収容には、最低でも30人の訓練を受けた人物と、制限なしの訓練を受けていない非術者の供給が必要です。現在全員がタローラン研究員となる48人の訓練を受けた人員と、さらに交代要員として利用可能な24人が6人チームの8組に分けられ、SCP-2845 及び SCP-3999 の有効な収容に割り当てられています。SCP-2845 及び SCP-3999 の収容のために、週に5人の D クラスの割り当てが承認されました。サイト、100は以下の仕様に従って建設されました。シット、100はリング A からリング I と指定される球の同心円状の円形の帯からなり、リング C とリング D の間には間隙1に指定される隙間があります。各リングと間隙の内部には、0度、60度、120度、180度、240度、300度の位置に6つの円形のチャンバーが設置されます。0度に設置されるチャンバーは新北とタローラン研究員の大学時代のルームメイトのペットの現在地に揃えられます。タローラン研究員の大学時代のルームメイトのペットはグランドティトン国立公園の無作為の場所で、儀式的に生贄に捧げられます。
その後死体の脳は岩に叩きつけられ、熱々のバター風味のポップコーンと爽快なコカ・コーラ登録商標とともに消費されます。どうぞショーを楽しみください。AMC シアターズ限定。SCP-3999 限定。アップルビーズ限定。ウォルマート限定。バーンズ&ノーブル限定。ホーム・デポ限定。マクドナルド限定。ワワ限定。ウッズホール海洋研究所限定。あなたの地下室限定。あなたの背後限定。限定限定。限定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 どうか助けて限定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 あなたの悪夢あなたがこれまで愛してきた全員の死さらなる悪夢で目を覚ますでしょう限定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 ジェイムズと彼が出て行ってからノースカロライナの我々の出身の街がどれだけ変わったかについて話してたら街が急速に3999のシチュエーションになってるとの指摘例えば一創立96年で16世紀のゴシック城風に見える、ライオンガーゴイル完備、我々の高校に、約1年前まで誰も知らなかった4階が存在。誰一人としていつからあるのか知らないが、写真では他の部分と完全に違っており、螺旋状の奇妙な金属の階段がある。にまたスイミングプールのある地下室があるが誰も入ることを許可されておらず、しかもその湿気で1階が痛み始めている。3かなり前から、ランダムに店の外や街角に立ってダンスで住民を楽しませていた優しい高齢の黒人男性が一人いた。しかし、ここ数ヶ月姿を消しており、どこを探してもいない。4私ですら本来覚えているべきであるほどの量を思い出せない。あるいは少なくとも、大半の人が自分の人生について思い出せるだけの量を。大多数の人は大半を覚えている。
私は、大抵身体への外からのある種の刺激に直面している間に促され、自分で姿を現すことに決めた記憶しか思い出せない。ごまず第一に、これをロードストネフィッシュが提案するのが完全に間違い。第二に、これは起きるべくして起きた 3P だった。第三に、タローランの外見がわからないので好きにさせてもらった。そして最後に、時間の 90% を3999のアヘ顔に費やしたので影の付け方と体型がおかしいことに関してはご容赦いただきたい。6彼がドアを開けるとジェイムズが微笑みかけ、それはいつものように優しく可愛らしかった。彼は急いで書類の束にサインをすると休暇をもらい、しかし彼がスタッフに別れの挨拶をして再び彼とジェイムズ二人きりになると、ドレイン、コンドラキは泣き出してしまった。彼はジェイムズに、聡明な研究者の腕の中の屈強な機動部隊エージェント、ハグをし、しかしジェイムズは彼の背中を叩いて大丈夫さと言った。7アッポリオンクラスの SCP は SCP-2317 だけだと思ってた。でもそしたらこのわけわからんクリーチャーか何かを見つけてから現実改変者か何かにタローランがどうやって狂わされたのかわからん。ずっとわけわからんから誰か SCP-3999 要約して教えて。8 SCP-3999 その項に関わるすべてのものを。エントリーを書く者の正気がその未知の力のエントロピーに屈するとともに誤りと混乱による全くの狂気のうちに滅ぼす未知の実態。クラス、アポリオン。でも結局何なのこれ。17生まれた時からずっと吠えてんだよ、テッド。お前の電話のすぐ後ろに立ってる奴がいる。見るな、もっと激しく泣くことになるぞ。ジョン、マイケルが起きるよ。これ大学の出願書に載せるんでしょ。一歩下がって、一歩下がって、自分は恵まれていて多分倫理面において意識の低い視点で話していると気づく瞬間があって。今は良い子はみんなモンスターの口へまっすぐ歩いて気持ち悪い血のりの甘美なる解放を待つとき。限定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 
非面談者。SCP-3999。面談者。太郎蘭研究員。やったぞ、これがあるべき状態だ。科学者がアノマリーにインタビューする。私が今担当者だ。キプノをもたらしてあった。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。ずっとこのままだ。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。もう私を脅すな。私なしではこのどれもやれなかっただろう。タローランは彼の周りを手振りする。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。キプノなしではお前すら生きていけない。私にしがみついて、まだ存在するために私を必要としている。私という惨めな形がかりのキプノを。惨めだな。お前は惨めだ。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。お前も脅しはもう通用しない。最初の100万年も無意味な収容手順と拷問と夢の論理、今まで味わった中で最悪の苦痛だったが、私は生き延びた。お次も100万年も無意味な収容手順、これもまた今まであってきた中で最も困難だったが、しかし私は生き延びた。3度目の100万年、私は無感覚になってきていた。ただ何度となくあらゆるものを見せられると感覚が麻痺し始める。だがな、お前にもわかるだろう。私は生き延びた。お前には絶対にできる悪がないぞ、このアホのクズめ。なぜならお前は一切生きていないからな。タローランが SCP-3999 に指を激しく突きつける。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。私がお前を終わらせれば物事は正常に戻るだろう。これがもっとあるとは思えん。貴様がオフライブ評議会に私の母親を虐待させるのに、あれ、ああ、よりによってスリトスでできたラック、ニコルソンの死体を使った件なの。それか同じぐらい頭の悪い奴を、全多元宇宙に残された唯一のものが貴様の若さ加減だとは信じたくない。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。それで貴様は厳密には何者なんだ？自分自身に聞いてみろ。戦う覚悟のできた人間の前で貴様は何者だ？ただの原始の泥だ。そして私は戦う覚悟を決めている。貴様のたわごとには何も肝心。なぜなら恐怖と不気味さの本質はこうだからだ。見せれば見せるほど効果はなくなる。お前も恐怖には飽きた。お前には飽きた。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。地獄で会おうと言いたいところだが、我々はもう地獄にいるからな。システムエラー。データ破損。さらなる詳細に関してはネットワーク管理者の診断を受けてください。SCP-3999 はタローラン研究員を5年間溶かす。ナンクル大狼がお礼をすする。SCP-3999 は不死である。後期。誤から判明したことについてちょっとした概要と一言。SCP-3999 は正常な現実に対し深刻な脅威であり、収容場所はそれ自身の吐瀉物の中であるべきです。タローラン研究員は自身の不安に凍め、サブミット、するでしょう。しなければなりません。SCP-3999 は怖くない。すべての研究者は SCP-3999 を嫌い、他の SCP-3999 らを好んでください。畜生、模擬通り何週間もこれあってなかった。それで見ても遠い。これは物事がだんだんなくなっていって、一つずつ現実が消えていく話として始まった。最初タローランは特定の研究者を、それかルーサンベルギー国を、それから自分の机の上のマグカップを周囲が誰も覚えていないのに気づく。最後には彼の足の指が一本一本消えていって、それからモンタナが、そして星がいきなり消え出す。目の前で窓が消える。木から枝がなくなる。手を見下ろすと親指とあと2本しか指がない。
彼がほとんど手足を失って胴体だけになって宇宙で最後の収容室から出られなくなって、消えゆくキーボードで記事の最後を打ち込むところまで全部消える。それから目、コンピューター、最後の残った指が消えて彼は目も耳も鼻も口も手足もない変なの胴体だけになる。それから収容室が消えて宇宙がなくなる。まあ起こるのはそれだけ。コンセプトをどうやって形にするのかは確信がなかった。だから新しいアイデアに頼ることにした。誰かがシドスの論念返しを提案したので、両親が子供がいつも後ろを向かいているように認識する反ミーム的出産に欠損のシドスにすることにした。それから他の誰かの、人を数比較的露出強積にもするバカらしいぐらい大きい素数を計算するコンピュータープログラムのアイデアも組み込んだ。つまり、二つを合体させた。この出産に欠損のサバイバーらフェティシストにもなるかもしれない。タローラン研究員はプロジェクトの研究主任だった。うまくできなかった。それで次に会ったのは中央ペンシルベニア地域に住んでいる人を嫌いにさせて、僕が今まで財団のために作ったものを、削除されたものやオブジェクトのメインリストに乗らなかったようなものまで好きにさせるクラシック音楽アルバムの別のミーム的バージョンだった。タローラン研究員はミームに暴露した熱狂的ファンに殺される最初の職員だった。それは本当に、本当にアホだった。でもタローラン研究員を頭から捨てられなかった。何週間も彼はある意味そこにいて、無言で僕を批判していた。仕事中も彼のことを考えていて、その時は小さい子供にタップダンスを教えることになっていた。僕は学校時代も彼について考えて、心理学の授業の間彼を入れるシナリオについて考えようとしていた。延々努力し続けた。記録を残せるようなことをやる時間はどんどんなくなってきていた。とうとう僕に何かが起きた。2017年3月24日の早朝100何かが起きた。浅い眠りから覚めると全く動けなくなっていて、目を開けるのもやっとだった。息すらできなくて、生命活動を維持するのに使う筋肉を動かすのも難しいことに気づいた。僕はベッドの上で何時間にも感じられる間苦しみながら、筋肉が痙攣して引きつり始める中横たわっていた。その時レベル3研究者ゲームズ、マーティン、タローランがベッドの足のところに悪魔のように立ち上がってきた。彼はこのよくわからない黒い影だったけど、なぜかすぐにわかった。彼は僕をこの恐ろしい光る目で凝視して、ただ僕の状態を笑いに笑った。あの時点で漏らしていた。それから白衣から、巨大な光る曲がったダガーを取り出してきた。それは月光の中で奇妙にきらめいていた。僕が見てる中、彼はダガーを自分の口に入れて水平に切った。そんなに強く切ったわけがないのに、彼の下顎が床に落ちた。口の残ったところから血が垂れて、赤い滝の中で舌が奇妙に踊った。犬に合図する笛みたいに、これが世界中のあらゆる恐怖への、隅々から出てきてそこでタローランに加われという合図だった。一年の言い方の時期を浸って過ごした悪夢全部だった。薄切りの大統領、止まらないトカゲ、時計仕掛けの人々、iPod、シカシン、動く彫刻、いい老人と悪い老人、恐怖の群れが、みんな無言で立っている。動けず寝ている僕を、尿とで汚れたベッドを軽蔑の目で見ていた。なぜわがわが我々に時間を割く？対極的に我々は最終的には無価値だ。頭の悪い怪奇創作。我々のような不要物の作者になるよりも他にもっとできることがあるのではないか。価値のある人間になれ。そう言っているような気がした。彼らが見ている間、その中の一人も腐った死体っぽい人がタローランの肩を叩いた。彼は自分の血で染まったダガーを手に、僕の上にかがんできた。彼の赤い目は僕の魂を覗き込み、僕が今までしてきたすべての悪事を一つ一つ見ていた。僕は息を呑み、ありったけの意志の力を筋肉に集めて唇を動かした。あれ、彼はダガーを僕の腹に刺し、横に切り裂いた。腹綿が濡れたスポンジのように木の床にこぼれ落ちた。タローラン研究員は僕を睨むと、グロテスクな口から僕の顔に血をこぼして撒き散らし、クリーチャーたちの集合的流眼はすべて満足げに見ていた。僕は目覚めた。それは夢だった。そしてこれが君も足を踏み入れた場所だ。僕は腰を下ろし、その時そこでこれを全部書いていた。そうしなければならなかった。これが正しいことだと思った。
今あの悪夢から2日が経ち、ちょうどおらろうとしている。これが本当のおらい。これが物事の再生。今後続けられるかどうかはわからない。続けるかどうかはわからない。ヌーついた帰帝国は僕を溶かし、そして僕は投稿した。サブミッテの。君たちは僕が内乱コミュニティに参加した時から僕が投稿するのを見ていた。SCP-3999 は勝利した。SCP-3999 敗北した。私は自分が嫌いだ。私は自分が好きだ。アイテム番号 SCP-3999 オブジェクトクラスニュートラライズド特別収容プロトコル SCP-3999 はサイト118の機密ケテル収容室に収容されていました。この収容室の外側に4人の武装警備員が配置されているのが発見されました。この収容室の内装は 1km 超の第3番で覆われた地中へ伸びるシャフトからなります。壁は30メートル沖にスクラントン現実秒で裏打ちされており、それらはすべて激しく爆発したように見えます。SCP-3999 に関係するその他の収容手続きについての情報はわずかしか存在しません。説明。SCP-3999 は一見したところケテルクラスのオブジェクトであり、ある種の実体であった可能性があるように思われます。現時点で SCP-3999 が有していたであろう他の性質は不明です。SCP-3999 の収容室は、サイト118における全ケテルクラス収容チャンバーの定期検査の際に発見されました。レイサはデータベース内に SCP-3999 の記録が存在しないことを確証しています。SCP-3999 の性質に関わるすべての情報は収容チャンバーの構成と内部で発見された文書に基づいて判定されました。SCP-3999 に割り当てられた4人の警備員には顕著な記憶の損失があることが判明しており、彼らがどのようにして SCP-3999 に関わるようになったかを確定させることはできませんでした。SCP-3999 の収容チャンバーの最下部で、レベル3研究員ジェームズ・タローランの死骸が発見されました。タローラン研究員はサイト118への再割り当てのほぼ直後に失踪していました。SCP-3999 の収容手順に似ているが財団の性質に関わる、編集済み、情報、及び多数の形式的な逸脱や無意味な手続きを有する文書の断片のみを含む。財団給付の携帯電話が死体上で発見されました。それにより、タローラン研究員は SCP-3999 に割り当てられ、SCP-3999 には顕著な現実改変特性があり、いずれかの時点で収容違反が発生して CK、クラス現実再構築イベントあるいは PK、クラス現実終焉イベントが引き起こされ、タローラン研究員が生命を落として実態を収容したために前述のイベントが反転したことが判明しています。ホイ1。データ削除。データ削除。それで私が書いたやつはこれで終わり。